はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ、2020年ラストの、ダラダラジオになります。ということで、今回のテーマは2020年を終えてというテーマにしました。で、なんかこのダラダラジオの中でこういうことあったよねっていう振り返りをしていくよりも、今日ちょっと一日、今日撮ってるのが珍しく当日なんですよ。いつも前日の土曜に撮るんですけど、日曜に撮ってるんだけど、今17時今20分ぐらいかな、そう直前でしょ、で撮ってて、で今日結構振り返ってたの、いろいろ考えてて、でそれの中でやっぱ感じたこととか思ったことっていうのを、そこの部分を少し皆さんと共有できたらなと思っております。はい、なのでよかったらね、最後までお付き合いください。ということで、まあ2020年ね、いろんなことがありまして、正直今35歳なんだけど、35年間生きてきて一番濃かったと思います。はい、それはもう自信を持っている、一番濃かった、間違いなく、いい意味でもね、悪い意味でも両方ね。そう、でもやっぱりいろんな経験させてもらったし、で直近で一番大きかったのはやっぱり情熱大陸ね。ずっとずっと目標にして、名刺にも書いてるぐらいだったから、俺のそのぐらいに目標だった、一番出たかった番組に出させてもらって、しかもすごい素敵な放送にしてくだって、してくだってってしてもらって、だからそれはいい経験だったし、でやっぱその情熱大陸にしてもそうだし、あと自分の活動の目標、まあ生きる目標と言ってもいいね、は今は YouTube じゃなくてもいいんだけど、無料で勉強できる、お金をかけずに勉強できるっていう、その選択肢、そういうコンテンツがあって、そういう選択肢が普通だよねって、ね、当たり前だよねって、いいんだよそれでっていうふうに、日本に認知させる、日本で認知させるっていうのがやっぱり自分の役目というか目標だと思ってる。それがまだ全然目標に達成できてないんだけれど、この1年はまあね、コロナっていうので激動な、ね、いろんな1年だったからさ、それもあってかなりね認知されたから、なんかそのなんだ、選択肢が認知してもらったっていうところと、あとは情熱大陸もそうだけど、両方とも鼻で笑われた夢だったから、そうだから、改めて目標とか夢っていうのはやっぱり口に出していかなきゃいけないって、口に出すことってすげえ大事だっていうのは、なんか今までも言ってたしね、みんなのユーザーの子にも言ってたしね、俺実際に塾講師の時の生徒にも言ってたから、それはでも改めてより強く言える今は。だからやっぱり夢とか目標をさ口に出すのって怖いよね。でなんで怖いかっていうと、有言実行っていう言葉があるじゃんかね、言葉にしたものを実際に実行するってかっこいいよね。で一番人がかっこ悪いって思うのって何かっていうと、有言不実行なんだよ。言ったのにやらないっていう、つまり例えば目標とか、じゃあ点数でいいよね、次の期末テストで400点取るって言ったのに取れんかった時って一番かっこ悪くない？でかっこ悪いって思うんだよ自分で。でも有言実行ね、400点取るって言って実際達成したら、まあかっこいいじゃんか、それは自分にとってもやっぱり達成できた満足感もあるし達成感もあるからね。だから人はどうなるかって、無言実行にしようとするんだよ。言わないの、周りには。自分の中では決めてるんだけど、400点と思ってんだけど、あえて言わないんだよ。その不実行になった時のリスクが高いから、リスク回避したいからね。そうでも無限な、まあテストの目標とかだったらまだいいかもしれん。でもね、やっぱり夢とか目標、まあそのテストの直近のテストとかじゃなくて、もうちょっと大きな目標になってきた時に有言にしなきゃいけない理由があるの。まあ俺がしてきた理由でもあるんだけど、なんでかっていうと、自分一人の力じゃどうにもできないものがある。だからやっぱりそれの夢を応援してくれる人、あとは協力してくれる人にやっぱり出会った方が近道なんだよね、夢を叶えるのには、と思ってる人間なの。だから言ってた、ずっと、ハイチはこういう夢を持ってる、こういう人間なんだって知ってもらいたい。だから俺名刺にも書いてる、まあ、みんなにはちょっと見せられないけど、俺名刺表はね、まあ、ハイチのことが書いてあって、裏は今の目標と夢が書いてあるの。だいたい4項目くらい書いてあるんだけど、でその中の一つに情熱大陸に出演っていうのも書いてあって、でなんで書いてるかっていうと、渡すじゃん、まあ、ビジネスで名刺交換ってするからさ、渡した時に、まあ、だいたい見るよ名刺って。その時に夢書いてあるって珍しいからさ、でしかもまず YouTuber で名刺持ってるのも珍しいから、まあ、気になって見てくれるわけ。そうするともちろんその夢見て鼻で笑われることもあるよ、はみたいな、触れてくんないみたいな、あるけど、あ、情熱大陸出ないんですねって、私も好きなんで、まあ、そこの会話だけでもかもしれないけど、でもその人の中でハイチは情熱大陸に出たいと思ってる人って、もし思っといてくれると、何が起こるかって、
それをね、じゃあどっか違う場面でその人が情熱大陸の人とつながってる人がもしかして出会った時に、あ、そういえばなんか YouTube のハイチさんって人が情熱大陸出たいって言ってたんですって言ってもらえる可能性があるじゃん。だからやべたの、そのために。そう、今回ね、情熱大陸出演につながった経緯っていうのをちょっとここで話すとさ、あ、逸れてしまうから言わないんだけれど、でも今回出演が決まったのは、自分が言ってたからなの。ある人の力がすごく大きく関わっていて、そうなったからさ。そうだから、どうしてもね、夢とかを言うと有言不実行になるリスクはあるよ。だから、それが自分の中でかっこ悪いと思ったりとか、周りにね言われるじゃんか。それは特にまあ家族とか親とかに言われるかもしれない。あんた、あの時ああ言ってたのにやってないじゃないみたいなね。でもね、いいんだって。いいの。だって人は気まぐれだよ。人の気持ちなんて移り変わってくんだって。だから俺は教育っていうのがたまたまフィットしてて、たまたま合ってたから、ずっと教育ってとこでもう大好きだから、教育が、学生のみんなが大好きだから、だからずっとどんだけ叩かれようとも YouTube やってこれたし、うん、消えなかったけど、だからさ、よくさ、俺この活動の面だけ見られるからすごい継続力ありますねとか言われるんだけど、実はね、ちょっとなんかさ、それイメージ変えたくてちょっとあえて伝えるんだけど、俺有言不実行してることめっちゃあるからね。例えばさ、俺ほんと掘りたくない掘りたくない話題なんだけど、例えば YouTube で言うんだったら、俺やって途中で終わってるもんいっぱいあるからね。そうだって、あれだよ、歴史のさ一問一答シリーズとか全部完結してないからね、俺。中途半端に終わってんの、ああいうのとか良くない、めちゃくちゃ良くない、それに関しては。そう、あとドラムもそうだね。ドラムも2本ぐらい撮ってやってないでしょ、その後。そう、いや、めっちゃかっこ悪いと思ってる、それに関しては。でも開き直ってる、そこに関しては。いや、迷惑かけてるのは本当に申し訳ないと思ってるんだけど、そう、なんかなんだろうな、本当はいろんなこと考えて本当に覚悟腹くくってからスタートするべきなんだろうけど、でもひとまず走りたくなっちゃうんだよね、俺。そう、でもみんなの人生もそれでいいと思ってて、そう、まあ周りにさ、いろいろバカにされることもあるかもしれんけど、いや、もうそれは言わせとけ、その人に。いいんだよって、みんなの人生はみんなが主役なんだから。そうと思っております。だから、まあ今年はさ、俺がずっと言ってたことがちょっと叶い始めてるから、なんか有言実行みたいなになって、やっぱ有言実行してる姿はかっこいいし、それが俺が8年もかけてるから、8年10年とかかけてやってるから、なんか美談になってるけど、全然有言不実行にしてることいっぱいあるから。そうだよ、でもそれでいいと思ってる。みんなの人生もそれでいいんだって。でもいろんなことにチャレンジして、ひとまず触れてほしい。チャレンジしてそこで感じてもらって、なんか違ったなって思ったらいいんだよ。人生やり直せば、やり直すってか引き返せばいいんだって、別に。そうだって、その1回とか2回とか、もしくは半年とかねでやめちゃうこともあるかもしれない。習い事とかもそうだよ。でもその半年とかの中で感じたこととか学んだことってあるんだって、いいんだって、うん、だからぜひ、俺がもともとね、いろんなことを考えると足を踏み出せなくなるタイプなの。そうだから YouTube 始めた時って、俺2012年の5月31日に思いついた、 YouTube で授業のことを。で、翌日の6月1日に俺初投稿してるのね。なぜかって、考え出したら俺絶対やらない自信があったから、いろんなリスク考えちゃうから、あれでもこれもって。でもそう考え出すと、もうめんどくさくなっちゃって、あ、じゃあやめとこうってなっちゃうんだ俺。もうそれが嫌で、ずっとそういう生き方してきたからさ、もう変えたかった自分を。そうだから、もうひとまずやろうって思って初投稿した。それがクソみたいな授業だったんだけど初回はね。でもね、人生でそれでいいと思うんだよね。だから人に迷惑かけたらあかんよ、もちろん。犯罪とか手染めたらあかんよ、それはいかんけども、だから一歩踏み出すこととか、何かをやるっていうことに、もちろん臆病じゃないな、なんかいろんなこと気にして、こう一歩を踏み出すことを躊躇しちゃうこともあると思うんだけれど、まあ、みんなの感覚が一番大事だけどさ。でも俺が、今年やっぱ2020年終えて思ったことは、踏み出すことっていうのは大事だったよっていう、それと夢とか目標っていうのを周りに言っていくことっていうのは大事だよって。そう、その夢とか目標を批判したりバカにしてる人は絶対出てくる。ごめん、絶対出てくるから、それはごめんな。でも言わないと、応援してくれる人とか共感してくれる人も出てこないんだわ。そう、ずっと一人になっちゃう、って思ってるからさ、っていうのが今年終えて伝えたいことかな。で、いつか
まあもう活動8年経ってるからさ、もう35だし、であと何年かな、3、4年とか4、5年かな経った時に、本当に今こうやって聞いてくれてるみんな、きっと中高大社会人の方もいると思うから、もう聞いてくださってる皆さんの夢と俺の夢がなんかどっかの道で交差して一緒になんかできたらいいなって本当に思ってる。もうそれがね、俺今の一番のモチベーションかもしれない。いつかみんなと何かしたいね。それが仕事なのか何かのプロジェクトなのか、それは分からないけれどね、いつか会って、そう、なんか今のこの話とかさ、このダラダラジオのこととかさ、分かんないよ、マニアックだけどなんかあの時この話聞いて実はみたいな、マジかっつって、そういう日をなんか思い浮かべながらというか、それにワクワクしながら頑張ってるっていう感じかな、はい、っていう感じでございます。はい、ということで、ちょっとなんか長くなりそうだからこの辺で終わりにしとくわで、次回のダラダラジオはですね、間に合えば1月1日に、まあ、年始の目標発表ってことで、まあ、ダラダラジオっていうカテゴリーにはならないんですけど、一応まあそこでまた雑談系とか話す動画は撮るかと思います。まあ、顔出しかな多分で、まあ、日曜にはね、3日かな、いや普通にダラダラジオの1回目が撮れるかと思いますので、よかったら、あの毎年ね1月1日に自分は目標を立てるって決めてて、机の仕事机の目の前に貼ってあるんですけど、まあ、それの振り返りもします。だからみんなもしよかったら2021年の目標を立ててほしいなって思ってる。まあ強制はしないけど、俺と同じような感じで、今年、まあ、コロナのせいでぐちゃぐちゃだったでしょ。本当にぐちゃぐちゃだった、いろんなものが。で2021年も今のコロナの現状から言うとまたぐちゃぐちゃになるから、そう、でもぐちゃぐちゃの中で迷わずに一歩一歩強く踏み出していくには、やっぱり自分の指針が必要だと思うの。そう、目標とか、このベクトルで歩いていくんだ、この道なんだっていうのが絶対必要だから、そのためにもなんか2021年の目標みんな自身も決めて、なんか机の見えるところに貼ってとか、写メ撮ってさ、なんだ、待ち受けとかにしてもいいと思うんだけど、してほしいなと思う。強く、なんかいい1年にしてこ、してこ、ほんと2021年ね、と思っております。はい、ということで、本当にね、今年もダラダラジオお付き合いいただきありがとうございました。なんだかんだでまた来年も続きます、ダラダラジオね。なのでよかったら2021年の方もまた聞いてみてください。はい、ということで、今週というか今年は以上になります。ではまた来年お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。